はい、中年オタッキーです。前回の動画っていうか今撮り終わったところなんですけど、ね、前回の動画、から続きまして、またまたね開封動画になってまいりますね。はい、飽きないでねそれでは動画スタートしてまいります。はい、それではね早速開封していきますよ。もうここんとこねカメラものすごい勢いで増えてますね。えらいことになってます。でももう、ついついねポチっちゃうんですよね。もうポチっちゃって、送られてきたらね動画作ろうやって話になりますんで、せっかくね買ったんだしね動画にしようということでね、果たしてねいつ使うんだって話ですけどね。今回のね動かない可能性もありますけど、まあ強いカメラなんでね、多分治ると思います。重った、でかっ。はいはい、 F のマークがこれ想像していたのよりはるかにでかいな、このファインダー。ニコン F フォトミックですね。これレンズ 50mm の F1.4 がついております。シャッター速度すっげえ遅いぞ。あ、バルブだ。いや P ってなんだ。せっかくだからスルーシャッターからチェックしてみよう。ほうほうほう。あ、スロー粘ってんな。これミラーアップしてるけどなんでだ。あ、なんかいろいろとおかしいぞ。いろいろとおかしいぞ。あ、違うか。これでいいのか。え、ミラーアップはどうやって直すんだと。これか。いや、直んない。いいよ。ミラーアップしてるぞ。ミラーアップの下ろし方がわからない。ミラーアップの下ろし方が分かんないな。シャッター切れてるんだけどな。うん、スロー粘ってるな。スロー粘ってます。よっ。ん、ちょっとミラー緩んだな。ちょっと緩んだぞ。いいよ。ニコンやって1000分の1までしかないんですね。どうやったらミラー降りるんだろう。ちょっとわからないな。勉強不足だな。うん、なんか見えるかな。シャッターを切った瞬間にちょっとミラーが緩むんですけどね。でね、出品者はファインダーが取れないって言ってたんですけども、本当に取れないな。あ、取れました。取れますね。やはり取れます。そこそこ腐食してますね。うん、ペンターが、そこそこに腐食してますけど、まあ使えないことはないっていう程度の腐食ですね。ミラーが降りないのが最大の難点だな。どうやって降りるんだろう。うん、セルフタイマーはどうだ。あ、これ違うな。なんかいつもそんなことやったな。うん、使えてますね。よっ。
フィルム質はねこんな感じです。シャッターに少しシワが寄ってる感じですね。1000分の1はちゃんと切れてるようです。火で変化してるかこれ。なんかあんま変わってないような気がする。そんなもんかな。なんかあんまり変わってないような気がする。あ、変わった。明らかに変わった。高速シャッターが遅いかも。あ、大丈夫だ。うん、1000ぐらいで切れてるね。ミラーアップ、多分ねこれミラーアップこれなんだろうけどな、動かないな。これどうやって動かすんだ、ちょっとわからない。レンズが、あー、まあこんなもんだろうって感じですね。後ろ玉がちょっと汚れてるけど、これ表面で汚れたな多分。カビはほぼないようです。でちょっとこれミラーアップの操作を調べてみようかな。一旦動画止めます。はい、わかりました。この横の、なんていうんですか、操作を親指でグイッと回してやるんですね。いやははははは、変えるぞ。露出系は濃い持ってきてねえや。もう一回どう止めるか。なんとか回んねえから。よいしょ。まあ回したとしてもここに今日電池がないですけどね。中の状態だけで。これね。ニコン詳しい人は分かると思うんですけど、ニコン F フォトビックは、こちら、ファインダーの中に電池が入ってるんですね。で、前のオーナーは、これ昔の電池がそのまま入ってるね。液漏れしてるか、液漏れしてたら、豪快に液漏れしてる。ねえか、あ、これはひどい、豪快に漏れてます。これは多分無理だな。マニュアル専用ですねまあそれだったらアイレベルファインダーが欲しいってとこですけど、アイレベルファインダーね、まあご存知の方も多いと思うんですけど、ニコン F のアイレベルファインダーは非常に高価なんですね。で、まあここにね、ちょっとボコボコっとへこみがあるのと、お約束って感じでアイピースのレンズはありません。よいしょ。これはめるときなんかコツいいのかな。コツいいのかな、コツいいのかな、わかんねえぞ。もう一回動画止めるかわかんねえ、わかんねえ。ああ、でもちょっと今面白いものに気がつきました。ニコの文字2つあるんですね、このカメラね隠れるからもう一個書いたんだな。まあね、このニコン F フォトミックなんですけど、違法建築とかなんかね言われてる、らしいんですけどね、これちょっと付け方ね勉強しないと危ないな。まあそんな感じで今日のね何ですか、開封動画、こんな感じにしときましょうかね。はい、そんな感じです。
次は何のコーナーになるかちょっと、まだ分かんないです。多分ね、作品投稿のコーナーになっていくと思います。はい、そんなわけでね、ニコン F なんですけどもね、F フォトミックか、フォトミック FTN みたいですね、このタイプはね。で、いろいろいじってみたんですけど、どうやらスローガバナが不調でね、8分の1まではね、切れるんですよ。よっと。これが8分の1です。で、4分の1になるともうシャッターが開きっぱなしになっちゃいます。なんでだろうね。だって8分の1もスローガバナ使ってますよね。なんか詳しい人います？超スローになったら切れない、切れないですね。で、シャッタースピードを戻したらシャッターが切れる。で、まあレンズはね、磨いたらもう完全バリバリのバリモンになりました。フィルターはね、ちょっとだけ変形してるんですけど、あのコーティングもまあ大丈夫っぽいんで使ってます。なんでかって言ったらニコールのマークがついて、これ純正のねフィルターなんでね、ちょっともったいないんで使おうと思ってます。で、年代物のね、何ですか、レンズカバーか、もうついてましたし、なかなか良かったです、このカメラ。安かったですね。レンズ付きでね、5511円で落札、相当の安値だと思います。ただ、やっぱね、あのフォトミックファインダーの方は電源が入りませんでした。ただね、分解して治るみたいです。あの液漏れ、まあ、あの手基板まで液漏れが伝わってたらダメかもしれないんですけど、だいたいね、アースを磨いたりして通電するようになったら治るらしいんで、そのうち挑戦しようと思いますが、基本的にもう露出系いらない人なんでね挑戦しようと思ったらこれ針金とか剥がさなきゃいけないんですね。で、状態が悪くなるんで微妙なんですよね。まあでね、撮ってる感じね、もうね、音が最高にいいんですよね、これ。本当にね、なんていうんですか、これちなみにね、この間、購入した、F2 フォトミックですね。まあ似た音質ではありますね。ちょっとね、これモルトが劣化してて甲高い音がするんですね。うんって音ね。で、こいつはそれが全くありません。状態がいいみたいです。ね、多分ね、ニコン F2 フォトミックも状態がいいやつはこの音になるんでしょうけど、とにかくすごい音がいいんですよ。でね、そんなわけでね、早くもフィルム1本あっという間に取り切っちゃって、あまりにも楽しくて。ちょっとフィルム入れてみようと思ったら、取り切っちゃったみたいな感じのノリになりました。そんなわけでね、近いうちに、こいつのね、作例が出てきます。バシバシ撮ったんでね、大した写真は撮れてないと思いますけど。はい、それではね、視聴者様の、作品に行きましょうかね。一番最初は誰だったかな。サムライジャパンさんからか。サムライジャパンさんの作品。タイトルがね、影紅葉。カメラがね、オリンパス 35RC。フジクロームプロビア100、期限切れで撮影ということで、またこれ素晴らしい作品をお送りいただきありがとうございます。これね、なんちゅうんですか、もうレンズもいいですし、フィルムもこれ期限切れ、狙ってる期限切れにしたんですか、これ。
素晴らしい色になってますね。ちょっとだけあの暖色に触れた感じですね。富士としては暖かい色の方に触れてると思いますね。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。相変わらず光の使い方がうまいですね。次は野良旅人さんの作品2枚。1枚目がね、一休み、ニコン F60 で、AF ニコール 35mm F2 ベルビア100、富士クロムベルビア100。2枚目がね、花だより、ソニー α7R3、コシナマクロアポランタ 65mm F2 ということですね。1枚目は今年の5月犬と遊びに来た公園で撮影という国立昭和記念公園。こういう写真ものすごく好きですね、僕ね。で2枚目がね、あの自粛明けに写真教室仲間と郊外の公園に集合して、お散歩写真の時に撮った撮影写真。上白植物園でペンタックス645を持って行ったんですが、現像間に合わずデジカメの方で投稿しますということで、野田さんに言うと、もしね、あの現像上がってきた頃、もし全く同じ構図で撮ってたら比較写真お願いします。野田旅人さんありがとうございます。次はね、ガメラさんの投稿ですね。タイトルがね、メタリックシティ。カメラがね、スメナ1で撮影しましたということで、1952年旧ソ連製の木即式カメラということですね。フィルムは富士の、カラネガの100、シャッタースピード200分の1、絞り F8 ということでね。このカメラ巻き戻し機構が、ないので、撮り終えたら夜に部屋を暗くして、大きめのバッグの中でフィルムを巻き取り、取り出ししました。早くダークバッグ買わないといけませんね。ガメラさん、僕ね、冬なんかこたつの全部電気落としてこたつの中でやったりします。僕もダークバッグ持ってないですよ。で写真なんですけどね、これはなかなかの写真だと思います。あのね、これ影、光と影がないんですけど、それがね、逆にこの無機質な感じでいい感じになってますね。ということで、このガメラさんのメタリックシティ、次回からタイトル画面に出します。はい、次がね、イクオさんの作品2枚。1枚目が長い階段、もう少しで頂上。カメラ、ペンタックスの LX、レンズ、SMC ペンタックス、A ズーム、2880、F3.5 から 5.6。フィルムがオリエンタルニューシーガル100。2枚目がね、餌くれるの、カメラ、レンズは同じですね。フィルムも同じ。人からで、写真ですね。これね、1枚目の方なんですけど、光はないみたいなんですけど、この絶望的に長い階段がね、いいですね。で、僕だったらね、ちょっとトリミングして縦構図にします。なぜかというとね、階段の上の方ね、人がこっちを見てるんですよ。それがね、ちょっとね、このままの構図だったらちっちゃくなってしまうんでね。でね、2枚目の方なんですけども、これもちょっとトリミングしますね。猫ちゃんがちっちゃい、もうちょっと長いレンズが欲しかったですね。まあでもね、トリミングしてもね、十分な画質になってます。これはトリミングするべきだと思いますね。はい、一光さんありがとうございます。最後はね、フリーマンさんの作品。キャノネット QL17 の、写真を送りますって、題は迷っていますが、古木の主張ということでね、タイトル古木の主張。キャノネット QL17、フィルムがコダック TMAX400 ということで、フリマさん相変わらずね、大胆な切り口ですね。構図の3分の1をね、アンダーの屋根下に使ってしまうというところがね、ちょっと、なんて言うんですか、大胆不敵な構図ということで、これもうちょっと手前明るかったらよかったですね。補助効果なんかが欲しかったですね。でもね、なかなか印象的な作品になってます。こういう作品好きですね。はい、フリーマンさんありがとうございます。今回はここまで。ちょっとね、2名ほどちょっと待機が出ておりますけども、今回ちょっとレベル高かったですね、かなり。特にね、そのカメラさんのね、この旧ソ連製のカメラでこの写真が撮れ、これ結構ね、シャープに撮れてますよ。すごいと思いますね。はい、ではね、次は俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、クスクスくんさんの俺のカメラ、1959年発売の初代オリンパスペン、D 随行 28mmF3.5、前谷義久さん数々の傑作カメラのスタートの一台、ショッピングカートに入れてパチリってことですね。これね、あの可愛いショッピングカートにね、ペンが入ってて、アンティークな時計と一緒に写ってます。これはなかなか素晴らしい作品ですね。というわけで、次回のタイトル画面は、このクスクスくんさんの、オリンパス、初代オリンパスペンの、写真でいこうと思います。はい、今日のね、動画はこんな感じなんですけど、最近ちょっとね、立て続けに動画を、撮っておりますが、もうネタがてんこ盛りにあるんで、ね、現像済みが、2本、未現像が2本、こんな感じでね、どうしようっていうね、今週まだ2本作りたいぞって、来週もね、もうネタが2本、出来上がってるんでね、どうしようかなと思ってますあの動画作る暇多分ないと思うんですけどね、まあそんな感じで、次はどうしようかな。次はね、ニコマート EL の、紹介になっていきますかね。はい、じゃあ今日の動画はね、ここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのね、高評価、コメントにね、支えられております、この動画。ぜひぜひね、コメント、高評価、よろしくお願いします。で、チャンネル登録まだの方はね、僕のね、動画ね、実はチャンネル登録のね、再生率がね、50% ぐらいなんですよ。で、半分の人はね、チャンネル登録してないと思うんで、まだまだチャンネル登録、お待ちしておりますんでね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひチャンネル登録にお勧めください。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。